台場に来てます。こんにちは、まぼです。今、あんみつさんと一緒にこちら馬釣りに行ってきました。からちょっとね、二人でランチデート、はーい、二人でちょっとね、お台場デートしていきたいと思います。行ってきます。パレットタウンに着きました。ちょっと雲行きはあれですが、おいしそう、桜エビのペンネです。なんか春っぽい感じ。ペンネですね。さすがスイーツチャンネル。おいしい、トマトクリーム味ですね。美味しそう。一人で食べるそうです。チーズケーキ。チーズケーキとコーヒー。あんみつさんの真似しよう。あんみつさんの真似をします。こうやって。美味しい。台湾なんだ、そういえば。なんかいつもあみつさんと会うときに、なんか都内、まあ都内だけど、なんかちょっと JR で、そう、私たち生息地帯に待ち合わせするんで、不思議な感じ。すごい。本日に本当に。考えられない。さすがです。どうですか、2品目は。美味しい、よかった。すごい、あみつさんの店、お疲れ様でした。